なな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 キラッ。試したことがないとでも思ったのか。もうこのために犠牲者を出したくない。開けたわね。おーい、さっきバーヤからもらった贈り物見たかい？バーヤ、そうだ、童謡も一曲教えてもらったんだ。確か四方の山野に響く朗唱。この目で見てきたんじゃ。大勢の人間があの霧に入っていったが、一人も帰ってこなかった。信じるぞ。わっ、今日は固定方向への運行を試したけど、どうしても出発地点に戻ってしまう。原因はわからない。言ったでしょ、何年もここにいるんだから、思いつく方法はとっくに試したわよ。お前ら島の住民は素人だ。航海の問題は名の知れた俺たち稲妻海賊の専門分野さ。軍島で遭難した専門家に聞けっていうの？とのやり取りに費やした時間が台無しだ。苦労して持ち出した財宝もなくしたし、船も壊れた。ジャノメの旦那に知られたらただじゃ済まないだろうな。手元にあるのはこのクグツブシのみ。こいつも俺らも
ここから脱出することはできないだろうな。ここだよ。万が一のためにこの代々伝わる家宝をあなた、私のばあちゃんによると、この家宝は遠い故郷から来、無人の森に。前の今日、わしらの乗った客船が今日は大切な日じゃ。ばあやから渡すものがある。いつえの山の隠れ里。お風に乗って船を進めればいいはずだ。旅人よ、失われた紙片が僕たちを待っている。波の導きに沿ってこの方向へと。この季節は月が昇ると風向き。何？本当か？うん、この海域の風向きは全部把握してるよ。ここ数年、満潮時の水位が高くなってきておる。生活する場所が海面の上昇でなく、このまま行ったら荷物をまとめて家族と共。お母さん、どうしたんだい？海面が上がってきたから、とりあえずみんなを高いところへ避難させたわ。家宝は、家族家宝は島の中央に残されてるわ。もし水が引いたら、もしくは元気出してよ。あらかじめここに漁網を仕掛け、引き潮まで待つ。おお、すごいね。ほっほっ、先祖の知恵は。ふう、
しまいだ。よりによって赤穂当壁の親分が大事にしていた船を。黙れ、赤穂の親分の船だ。何が何でも元通りに直して。ある。どうしてこんなところに。おい、何をする。トントンが俺の帰りを待っている。どうするべきか。会いたいよトントン。助けに来てくれたのか。命の恩人よ、ありがとう。あの岩礁は一体どういうことだ。よく見てごらん。ただの霧の中の幻影だよ。そうか、もしかして蜃気楼。蜃気楼？風よ、ムーノ。おい、交代だ。こんなとこで居眠りするでない。風を引けぞ。どうして寝てたんだ。ここだよ。言ってた。見た目を。走るより飛ぶ方が早いよ。君のことを仲間じゃないってお母さんは言ってるけど、君は僕将軍と同じで、僕たちの故郷も遠い。
岩山八九。無駄だ。この辺りの遺跡はすっげえな。でもなんで全部逆さまなんだ。それは分からん。何せ古くからこの土地にあるものだ。わし、何台もの間ここに閉じ込められてただと。こんな荒れ閉じ込められたわけじゃない。生きるためには。マジかよ。まさか俺らも。いや、それは全く違うな。いいか、外の世界はすっげーでかいんだ。モンド、リーウェ、そして稲妻。いいよい。ああ、もういい。果実でも食いながら死ぬのを待。よいしょ。よいしょ。聞いてくれよ。この海域の霧は規則性があるようだ。朝から晩までそれぞれの場所に立ち込めている気。本当に？Thank you.